たのに、あの剣の舞ってのある、アチャトリアン、アチャトリアンでしょ、これで行きたいってわけだね。いや音楽ですよ。あの喧嘩のシーンを、いや喧嘩じゃなくて映画全体、全体を、だからテンポがあるんだよね。そのね、その音楽今見ても全然テンポじゃなくて、その音楽を使うイメージじゃなくて、イメージとしてこういうこう全体のリズムでいきたいと。で川島悦もそれだってことになってたわけだ。そうするとね、こっちの部屋からこっちの部屋に出てきて、ああ移動する、移動するっていうその ね、 ですね、距離感だとか、超有名な小林さんが行くそのリズムがね、でも決まってたわけですよ。それはどっちが言ったんですか、真泉さんが言い出したんですか。真泉さんが言い出したんです、こういうリズムで。真泉さんはね、落語の方から来たわけだ、はい、落語のテンポを音楽的に変えようとしたね、はい、川島悦はそれを受けて、はい、それでいこうというふうになって、じゃあそのね、こっちからこっちの部屋へ移動するの、はい、小春の部屋と細めの部屋はこういう隣り合わせの方がいいとかね、セットもそれで決まっちゃう、それでこう部屋取りが決まったりなんかしたらいいでね、階段はタタタタと上がって、ね、途中でひっくり返ってまた降ってくるとかって、はい、 ますね、あれはね、おばちゃんね、階段の毛上げを低くしたんですよ。うわ、そうでなきゃね、とってもね、なるほどね、昔のほら、階段だからこう、はい、踏みつらが少ないわけだよね、このね、うん、だから危なくしようがない、はいはいはい、で、その毛上げをこう、少し低くして、で、階段を作ったわけだ、だから、この前はちょっと緩くなってるよ、トトトトトと降りていくのも平気的な、なるほど、だからね、あれはね、いろんな意味でね、この美術でもね、工夫があって、そういう意味ではね、千葉さんがいなきゃね、長野のお父さんだってね、全部階段できないよ、あれできないよ、そんなとこまで神経使えないよ。それやっぱりね、練習はね、そうだよ、日本一の女性がついてんだから、やっぱり、ね、演出の狙いですよ、やっぱり、うん、演出の狙い、あれ廊下のあの広さがなんかこの前北品川の豪華さんが言ってたけど、あれ大名行列が来て、カゴ担いだまま、カゴ担いだまま部屋に入るために、あの相模屋っていうのはあの広さだったらしいんですよ。だから広いのよ、廊下がもうベラボーに広いのよ、下にのさ、大名行列普通のね、ちょっとあると違うのよ。でさ